一つ目の漢字です。跳ねる、飛ぶです。この飛ぶは鳥が空を飛ぶの飛ぶではありません。ウサギが地面の上をぴょん、ぴょん、ぴょんと飛びますよね。人も嬉しいとき、やったー飛びますよね。それから水の中に石をしゅ投げたときに水がぴょん、跳ねますね。この飛ぶ、 跳ねるを表すす。漢字ですまず左側見てください。何がありますか足ですね。飛ぶ時は必ず足が必要です。右側、ここに人が2人います。みなさん見えますか ?1 人2人。ここに手がありますね。1人2つずつありますよ。ま、ここは足かな。人が2人います。この漢字は 足で飛びながら二人の人が喜んでいます。こう覚えてください。二人の人、こっちの人は、こっちの人は、足で飛びながら二人の人が喜んでいます。こう覚えましょう。まず飛ぶときは足が必要で、二人の人、書いてください。1、2。手がありますよね。1、2、1、2。これが 飛ぶという漢字です。この漢字の訓読みは跳ねる飛ぶ音読みは超です例えばボールが跳ねるボールがトントンボールを投げてポンポンポンボールが跳ねるですねこれは飛び箱を飛ぶです皆さんの国に飛び箱ありますか日本ではこういう台があって123ね 人がこう走ってこれを飛び越える競技があります。これ飛び箱を飛ぶと言います。これは跳馬ですね。跳馬。これは競技種目の一つです。はい。では次の漢字いきましょう。二つ目の漢字です。踊るです。踊るはわかりますね。こうね、ダンスです、ダンス。へい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 。踊るですね。ちょっと下手くそだけど。 まず、左側見てください。また足がありますね。踊るときは絶対足がいりますよね。足と、これはカタカナのヨですね。これは皆さん、何ですかこれは何度も何度も出てくるので、覚えてください。この形が出てきたときは、鳥です鳥。鳥の形に似ているんですが、こんな感じかな。ここがくちばしで、顔。あとこれが翼ですね。 鳥の翼、この形は鳥を表しています。この漢字は鳥が可愛い足で踊っているよ。こう覚えてください。鳥が可愛い足で踊っているよ。こうカタカナです。ここによ2つ書いてください。鳥の足、皆さん見たことありますか？こんな感じですよね。 よ、ね、これも似てますよね。鳥が、うん、うん、可愛い足。で。踊っているよ、足だから二つ書きます。これが踊るという漢字です。この漢字の訓読みは踊る、音読みは訳です。例えば、心が踊る。 心が踊るだからすごくワクワク楽しい嬉しい気持ちですね。これは活躍するです。活躍っていうのは何かスポーツとか仕事でいい成績を残すこと、活躍ですね。はい、では次の漢字いきましょう。3つ目の漢字です。驚くですね。びっくりした。びっくりした。驚いた。この漢字です。 まずこの漢字はちょっといっぱいあるのでここで分けましょう皆さんね半分に分けてください上は何ですかこの漢字、ね、尊敬の敬ですよね下はいいですねこれは馬ですよね馬この漢字は尊敬している人が馬に乗っているのを見て驚くこう覚えてください尊敬している人が 馬に乗っているのを見て、びっくりですね。びっくりしますよね。皆さんも尊敬している人いますか尊敬している人はもうそれだけですごいと思っているのに、馬にも乗れるんですかびっくりですね。尊敬している人が、うん、馬に乗っているのを見て、びっくり驚く それが、くという漢字です。この漢字の訓読みは「驚く」「びっくり」あと驚かすわ、ね「驚かす」「わ」ね驚かす」ですねあと音読みは「きょう」です例えば「合格に驚く」えー「えっあなた N1 合格したんですか?」「びっくり」ねこれは友達を驚かす「わ」ねびっくりさせること「驚かす」ですね 下は驚異的な記録です。驚異的です。驚異的っていうのはもうびっくりするぐらいもうすごい記録という意味です。